皆さんこんばんは笑って暮らして医者知らず私はアシスタントを務めます倉島桃子ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感したさまざまなゲストをお迎えし貴重な話を伺いながら参考にしていこうという番組です番組の主催は中部大学特任教授武田国彦先生です今回もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします それでは今回も引き続き長谷川先生のお話を伺ってまいります。長谷川先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが今回はどのような内容で進んでまいりますか、えー。そうですねあの、はい、第一回目にはね皆さんあのお化粧とかそういうのはもうこうお化粧するはいいじゃないかとするとだめなんですよ。はい、やっぱりよく歴史も知ってね,ね、うん、意義も知って、ね、概念を知らないと<う>あのちゃんとしません。はい、そそのことをちょっと第一回やりました。第二回は えー、いよいよね本番をやるわけですが、えー、とまずはあのお化粧とかこういうのは流行っつうのありましてね、はいえー、昔は細い目がいいとか、はい、なんかはおはぐろがいいとかはい、はい、そういう江戸時代もありましたしねはい、はい、それはもちろん昭和とかそういう時代によって変わりますのでまず基本的な流行のお話をしていただいてですねその後髪の毛から順番に、はい。 こう考え方を、はい、あのお話しいただくという予定であります、はいはい、お願いいたしますはいありがとうございます、はい、まず流行なんですけれども私たちの業界では流行に敏感になっていないといけないんですけれど、うん、いくつかの実は要因がありまして流行が変わっていくタイミングになりますまず一つは政治経済そして二つ目が SNS あと三つ目が 芸能界と、はい、あと、えー、欧米のまあリードすルーそうですね,、うんうん、ねの方々のファッションのアイコンですね、うん、ああまあセレブに影響されるそうですね、うん、でいくつかあるんですけれどもまず今のトレンドは、えー、少し前までは実はあのメイクがマットの肌,肌感だったんですねうん、うん、でも今はツヤの肌が トレンドになっていますはあ、はあ、で、えー、全体的にメイクもかっこいいメイクかわいいメイクナチュラルメイク、えー、例えばクラシックなメイクエレガントなメイクいろいろな形容詞の表現の仕方があるんですけれども、うん、今は、えー、ナチュラルメイクがトレンドになっていや、えー、とと結婚式でも冠婚式でもナチュラル,ュラルとても。 あの変な現象なトゥーマッチな現象なんですけれどもどどその理由というのがこれは私の,あの主観になってしまうんですけれども、はい、3.11の東北の震災を皮切りに全体に皆さんナチュラル思考に なってきたな。カビではなく、はあ、自然に生きていこう。なるほど。自然さを表現しようという部分ですね。はあはあ、あとはあの明海妃が結婚した時に、はい、ドレスもものすごくシンプルで、なるほど。ベールも短く、はい、髪の毛もものすごいナチュラルにセットして、メイクもほとんど素の 状態のような,なメイクだったんですね、うん、なので一つ一つの出来事にこう拍車をかけていって、えー、今はナチュラルかなというなるほど、はい、それはあの絵画でも音楽でも全部そうですが、まあ、ロココ風とか、はい、バロック風とか言い,い,いますがそれはほとんどの場合やっぱり社会的な事件、まあ、そういったものをきっかけに変わることが結構多いんですよね。はい、ですから今お話聞いた3.11私も多、ま、摩、あ、美術大学で。 デザインとか美術を教えておりましたが、えー、非常に社会の影響を受け,受けますね、はい、まあその点では3.11を機会に人間の心の中に我々は実は人工物の中で生きてるように見えて実は自然の中で生きてきてるんだという意識が芽生えて、まあ、それに応じて、あのーあそのね、メイクの流行も変わってくるっていうことでしょうね。 あとはやはりツイッターとか、ね、ピンタレスト、はい、インスタグラムがやはり世界のファッションの情報がもう即座に手に入る。はい 骨格とか髪質肌の色関係なく、うん、アメリカの感覚欧米の感覚が入ってきたことによって若い子たたちちがそちらを向くようになりましたね、はい、あとはあの芸能界で言うならば AKB48 の影響がものすごく強く,く、はい、もう間もなく成人式なんですけれども、はい、大体毎年毎年成人式のトレンドの髪型というのはもう本当に あのメンバーとか決めてくる、はい、欅坂とかあ<ー>あいう子たちがあの普段している髪型遅れ毛一つ顔周り前髪のニュアンス一つも<ー>やはりあの子たちを真似したいっていう二十歳の女の子が多くなってますねあの今の点では少し僕異論があってですね異論中かいうか、はい、あの先ほど言いましたように今まで二十歳から五十の年代がですね社会をずっとリードしてたんですよ。はい、で 50を超えるとまあ俺とか私も第2戦だから意識があったんですが、はいはい、これからはだからシニアのファッションとか、はい、そういうものを指導する。 グループみたいなのが出てくんじゃないかと思うんです。もう本当にもう今でもいますか。いや、おっしゃる通りで、本当にそこがまだいないから、あの深夜の方々が自分の娘さんのヘアメイクを見たりとか、あの SNS を見てそこにこうフォーカスしているっていう状態ですね。そうですね。ですから私なんかでも直接若い人のまあスタイルとかそういうのを適用することはできない。 だけど一応やってみようかと思うとちょっと変な感じもするというねそういう今レベルでですすよねねそう私が現場でヘアメイクをさせていただく時に各年代に分けていくんですけれどもすごく分かりやすい表現をすると聖子ちゃんとかピンク・レディーの時代中森明菜の時代のその世代の女性のヘアメイクをする時に今のもちろんトレンドのヘアメイクもするんですけれども。 どこか一箇所例えば聖子ちゃんの,そのちょっと古くさんに入れるちょっと入れるそうするとパチッとニュアンスがあるんですね、うん、な,るなるほどねだからその時代時代の,、はい、あの方々のトレンドってやはり必要なんだなと思いますね、えーえー、あのだからその今言われたのは年齢的なものもあって例えば60歳の人のメイクは60歳にふさわしいメイクがあり はい、またその60歳の人が若い時に流行したメイクを一部入れるそ,うです、ね、それによってその人に本当にヒットした形になるって本人も納得して落ち着いてそのヘアメイクができるというどね違和感がないっていうじゃあそういう基本的な流行の概念もしくは今もう少し流行よりか深くその流行っていうのは時代の流れ それから本人の人生の流れ、はい、この2つがそのメイクを考えるときに大切であるという非常にあの貴重な概念を教えていただきましたが、まあ一番問題な髪の毛からいきたいと思いますね。でもちろん若い人も。 あの非常に参考になります。はい、で、はい、先生も、はい、若い人もちょっと入れながらお話しいただきたいんですが、はい、まああの七割ぐらいは少しお年を召した人っていうのを意識してお話しいただきたいんですね。はい、髪の毛の問題ってのはどういう問題がまずあるかということですが、はい、そうですね。はい、あの私は美容室も経営してますので、えー、毎日たくさんの女性の髪の毛をあの触らせていただいているんですけれども、えー、今から二三十年ぐらい前と今ですとあの。 特に女性の髪の毛とか、えー、薄毛がすごく気になっているんですね私自身も。えーえー、でテレビを見ても、えー、女性のウィッグのコマーシャルとか、えー、営業がすごく多くなっていると思うんです,そうです、ねまあ僕なんかあの男性から見てもね今の我々お年を召したあの女性の髪の毛って汚いんですよ。なん、はい、<laughs> <laughs> でかなと思いますけどね。 これはやはやり年齢におけるあのホルモンのバランスであったり、ねうんうん、ストレスであったりするんですけれども実はあの今化粧品メーカー頭髪メーカーが手触りをよくするために、はいろいろなものをシャンプー剤トリートメント剤として混入されているんですね一番 NG なのがシリコンなんですけれどもシリコンがないと手触りがよくならないなるほど でも別にシリコンを紙につけてもいいんですけれども地肌につけてしまうとそれが長い間蓄積して毛穴を塞いでしまう、はい、なるほどあのシリコンの微粒子が毛穴を塞ぐ。はい、なるるほどそうすると 髪の毛がどんどんどん,どん細くなっていくなるほどで私たちは髪痩せっていう表現をしてるんですけれどもそれとホルモンバランス、はい、または閉経に向けて髪がやはり薄くなっていくそうです、ね、という、えー、全ての条件が重なってしまって<ー>今女性の髪の毛の量の問題、えー、あじゃあ僕の認識正しいんだあの昔よりかねご年配の女性の髪の毛はね避けてように汚いしくなってきたって、はい、なんでかなとね。 はい、あとは、あの、先生が。シャンプーのやりすぎっとないんです。あ、あります。先生がおっしゃってた時代は、あの、女性の方は必ず美容室に行って、シャンプーをして。美容室でセットをして。美容室でシャンプーして。とろギーズが進んで、自宅でできるようになったように見える。そう、そうなんです。朝シャンとか。ああ、なるほど。はい。ああ。だから、あの、シャンプーの仕方。 だけどもだから美容室行ってシャンプーするってのもお金かかるから、はい、家でやろうとするとどういう点を注意しなきゃいけないんですかねそうですね地肌にトリートメントやリンスそして整髪剤をつけないで毛先中間ぐらいのところでとどめていただくっていうことですねあとあだからあの美容室ではあの洗った後この毛の長い 後ろの方だけ触っつまり毛根の方があまりあいちゃいけないってことですか、はいなるべくつけないでお<ー>あのシャンプーを流すぐらいにしていただきたいんですねあとはあの髪の毛が濡れた状態で就寝しないでいただきたいああなるほど乾いてから寝るそうですね完全に乾かして、うん、それからドライアーっのあれよくないですかね ドライヤーも、今はもう性能が良くなってますので、はあはあ、全く問題ない。ですなるほど。っていうことは、高いドライヤーを買わなきゃいけないってことですか。高いドライヤー、商品名 <laughs>。<laughs> いや、言っていいですよ、<の>商品名。いくらでも。いいドライヤーがたくさん出てまして。はい、あのー。それはパーソニックとか、そういうところからも出てるんですか、特殊メーカーあるじゃないですか。はい。ドライヤーの。はい。 そっちのがいいんですか今、リビエリーナという会社が出しています5万円のドライヤーがあるんですけれども、このドライヤーはものすごくいいです。いいですか髪の毛が熱くならない、なるほどはいなので、すごくじゃあ、髪の毛を大切にしようとする人は少し高いけど、リリリリリリビビビエエエラレーーーナナナですあとでは字幕入れてもらってね、そこからおかいいや、本当、大切なんですよ、それは。 ああなるほどだから全然この番組はあのどこからお金もらってるってことありませんから、はい、先生のご経験でご推薦なりものをそのままズバリ言っていただいて全然構いませんぜひ使っていただきたいドライヤーですそれであの髪の毛を洗う頻度ってのはどのくらいないいんですか大体皆さん今毎日シャンプーしてると思うんですけれども、えー、実は2日に1回ぐらいあ,あ,あ,あ私のね知り合いの京都大学の髪の毛の専門のこれ科学の分野ですけどはい 私は1回もシャンプー使ってませんと髪の毛触ってくださいとかいっい、ね、触ってみたらさらさらしてはいあの本当にお湯だけでお湯だけでね、はい、汚れを取る方もいらっしゃいますだ僕なんか気持ち悪くてもシャンプー使わざるを得ないですね、はい、それからトリ,トリートメントとかなんかかけてこうやって根元に地鼻につけないでください先生<あ><然>やっぱそうですかはいはいへえ なるほど、ちゃんとそうやっててまますす意識しおりやっぱり女性と男性と知識が違う私はもうずっとショートヘアで来てるのでなおまあ洗いやすいっていうのも多分あるんでしょうし乾くのも早くできるだけ長く熱を当てないとかですねこの人ねスポーツウーマンでね非常に気質もね男よりか男って感じですですが一応美容に関しては少しずつですけども意識はしているつもりなんですけどあとはの。 顔の印象がどうしても髪の毛老けっぽくなってしまっている方がいらっしゃいます。これはあの骨格に合わせてカットされてないなることですね。はい、顔の形ーは,ーはい。そしてあの毎日の髪型が。 決ま,りなまあ決まりにくいというかお手入れがちゃんとされていない、うん、これはドライヤーとホットカーラーとコテの使い方が理解されてないっていうことだと思います。あだけどそれはか女性の場合ですよね,そうですね男性のまあちょっと飛び離れるけどそのあ30ぐらいの女性とグッと飛び離れて、はい、僕みたいに70代の男性、はいていうとまずあの髪の毛ない人いますしね、はい、あの髪の毛ない人はねあの寿命も短くなります。 なんでかというとね髪の毛の中に水銀とかヒ素とか毒物を貯めて、はい、でカットするときにそれを体外に捨てるために爪とか、はい、髪の毛と存在するんです、はい、だから髪の毛の短くなるっていうのはもう生きてる意味がないっていことを今知ってるんですけどね、はいまあ、それは別にして冗談ですけどな冗談って本当のことなんですけど70代男性僕なんかそうですよ、はい、まず染めなきゃいけない、はいね、それから、まあ、染める頻度があんまり多いといけないか、はい それから髪の毛が少し少なくなってくるんで育毛剤を僕なんか使ってる、はい、で僕はもう30歳ぐらいですごく薄かったのに40代ぐらいでもう一回ストレスがなくなったために生えてきて、はい、今の髪の毛なんですけど、はい、70歳代ぐらいがあの髪の毛汚くなると本当に汚いんですよ、はい、見えるんですよね、はい、これはまあ基本的にはどういうふうにやればいいんですか えっとまず、あのー、カットをする時に骨格に合わせてカットをするんですけれども、うん、ーーその時にお手入れの仕方を必ず教えていただくでなるほど今、あのー、たくさんこういう紙の整髪剤みたいなものがもう何百種類ってあるので。 何を使っていいかってわからないと思うんです。そ僕それ使ってますけどいいんですか。はい。あのあ<ー>これはすごくあのジェルとして使いやすく崩れにくいので。それはあの結構コンビニなんかも売ってますもんね。売ってます売ってます、えー、薬局も売ってますし。でどういうものをどういうふうに使ったらいいのかというアドバイスを担当の美容師さんにいただくといいと思います。担当の美容師さん。はい。 います私も <laughs> それ女性だから <laughs> 代男性もいらっしゃる男性もいますよね、はい、いやそれはよほど変人あそ <laughs> うですかよほど変人 <laughs> 僕の友達なんか一人もいませんよそうですか、うん、そしたらあの担当の人をつけていただく、はい、なるほど、うん、名古屋で例えば仮に言えば名古屋で先生のとこなんかちゃんとしてるけど他はどこに行けばしかしっかり普通の床屋なんか絶対そんなこと言いませんからね あ名古屋はあのおしゃれな街ですのでそういうことがちゃんとできるサロンはあのブランドネームのあるサロンはたくさんあ,りますのであるあの時にねなんかあのあの、えっと、ホテルの、はい、名古屋のホテルの我々と中心にあるホテルの1階に 1>、はいはい、我々がっちりした徳屋みたいなのがあって、はい、ビューティーサラーみたいな、はい、そこに行け行けって言われたことあるんだけど 1>,、はい、1回だけ行ってみたらねはい だから武田先生やってくれますって言うから行ってみたらなんかちょっとなんか恥ずかしいっちゅうかこんなとこで。<laughs> するのっつって帰っちゃいましたけどね <laughs> 本当ですか先生 <laughs> ぜひあの担当のスタイリストを見つけていた,りいただきたいでその人が骨格だとか髪質とか、はいはい、それに合わせて推薦していただけるその、うん、例えば育毛剤とかそういうのを使うとそうですねあ,<ー>あの信頼関係を作っていただくなるほどなるほどで まだあのそういう方が見つからないという方はこれあのおすすめなんですけれど実はあのドラッグストアに売っているものなんですけれども炭酸と育毛剤が入ったあのこれはすごく女性も使えますし育毛にすごく使いやすくて効果が出るものです。なるほど。 まあここにあの使い方は書いてある一日何回つけろとか一日まあ一回とかうもうあの朝晩でいいんですけど噴霧していただくと炭酸のガスと一緒に育毛剤が出てきますのでただこう塗るだけですのでいいと思いますえー、っとあのーまあ、髪の毛たかが髪の毛なんですが。はい 髪の毛の全体に対する印象というのはすごく大きいですよね。大きいですね。例えばあの、はい、僕らの年代ですとほとんどの人が白髪と黒が混ざってて、はい、え断にも生ハ剤もつけてないからバラバラ、はい、そ、はい、れで汚い格好でフラフラくるってう。はい、そういうのでものすごく印象があるんだろうですね。はい、だからそこのところはやっぱり考えなきゃいけない。それには先生のアドバイスだとやっぱり利用室でちゃんとやってもらうってこと。そうですね。ちゃんとした利用室でね。はい。うん。 で信頼できるスタイリストを見つけていただいて、なるほどその人にいろいろアドバイスを受けるというのが、まずは第一ステップだと思います。この番組は何万人っていう人が見るんで、はい、中にはもう全然そういうことが分か,分かってないというか経験してない人がいるんですけど、僕なんかさっき言ったように、はい、えっと普通床屋っていうのはね、はい、親父が一人いて、ボスボス帰ってはいボソボソて、はい、次の人っていう感じなんですよ。で、はい、僕はこのホテルのそのあそこに行ったらいいよって言われて誰かに言われて。 行こうとしたところで帰ってきちゃったところは、なんかこう椅子が三つぐらいあってですね。はい、美容師さんがいっぱいいて、はい、こんなとこ僕行くのかなっていう感じなんですよね。<laughs> 多分そこが一番あの壁だと思うんですね,ですね、はい。その壁をちょっと取り払っていただいて、<laughs> うん、勇気を出していただいて、あ,<ー>あのお店に入って、そうですね。挑戦していただきたいです。でそのまあまあマークだらないこと聞くんですけどあの。 そこのお店も僕なんか入っていたって変だと思わない？全然思わないです。俺は変人だとか。あ、全く思わない。です性的異常者だとか <laughs> 全然思わないです。い <laughs> 私のサロンもたくさん男性の方がいらっしゃって。あ <laughs> まあ先生のサロンっていうのはもう何階建てで、はい、あのいかにも専門中感じだからまだ入りやすいっつうとがあるんだけど。はい。 でもやはり専門の自分専用のスタイリストさんっていうか作っていただくと積極的に私なんかも質問をしたりするんですよね、例えば紫外線の多い時期の髪のお手入れとか、あとは今のやはり流行りですよね、あとカラーリングする場合もいろいろ今、のアレルギーに対応しているそうですよね、障害なんかもあるよという話とかをいろいろしながらスタイリングも教えていただけるので、安心感も増していくっていう効果はあるのかなプロの知識をいただくうそですね なんか高いいもの買わされると昔はやはりそういうのあると思いますけど今は今はないですね今はないです今 SNS でそんなことやったら大変なことになるすぐ口コミが違うのでそういう疑いもあってねなんか高いのやらされるんじゃないかと思ってねああなるほどそういうのはやっぱり SNS が発達してるからなくなってそういこうちゃんと親身になってサービスしてだけるというのがこれはいいですねこれはどこで売ってるかというと ドラッグストアであドラッグストアそれはもうスーパーこれはもうはいこれはもう売ってますけね、はい、これ髪の毛まあ、はい、男性も使えると、はい、まあ女性の方もあのこの番組概念をねよくあれまってであとこちらが先生オリジナルのシャンプーなんですけれどもああなるほどこれ実はれもついでにやってください かけて、えー、あの私がオリジナルで作りました「はい、清水」と書いて、はい、私の名前で「清美って読むんですけれど <laughs> あのシャンプー剤の機材の水にこだわりましたこれシャンプーですかシャンプーですソープになってるんですけど、えー、あのおかしいなって思っていやすごくお値打ちなんですけれど <laughs> <し>あの頭皮と顔と体って1枚の皮膚でつながって。 でも頭を洗う時にはシャンプー、うんうん、顔を洗う時には洗顔フォーム、うんはい、体はボディーソープって分かれていて実は分ける必要がないといととうコンセプトと、ええはい、シャンプーとボディーソープを分けてるのは実は先生の僕が科学的に聞いてるのは全然かあの分ける必要ないんだけどシャンプーかボディーソープかどっちかが早くパッと落ちる方がいいのでそういうふうに変えてるって言ってましたね。 ああ、なるほど。つまり、例えば、はい、シャンプーだったら、一生懸命洗うけど、ボディーソープはパッと流れた方がいい。なんかね、それでね、あの脂肪、脂肪酸の鎖の長さがちょっと変えてる。あ、なるほど。うん、で、あの美容師さんが、これを使った時に、手荒れがひどくなるんですね。あ、うん、なるほど。その手荒れに、あのひどいのが、軽減されるために作った。 なでこれはもう開発して20年になるんですけれども一切中身もボトルも変更しなく多くのお客様が長く愛用してくださって赤ちゃんもこれはどこで買えばいいんですか先生のとこにネットで私のサロンとネットで株式会社マリエのホームページからですね それ,からそれは何ですの、はい、でこちらはノンシリコンでシリコンが入っていません、はい、ああなるほどなるほどこれは若干手触りを良くするためにああそうか微量のシリコンが入っていますやっぱりシリコンが入ってそれは穴を塞ぎますからね明らかにはい、はい、なるほどね SiO2 ですね、はい、微粒子になりますから透明感透明でもだからシリコンというのは、えー、と大きかったら濁りますけどあのちっちゃいやつは透明ですからねそう ええなるほどそれトリートメントはだからどうやってつけるんですかトリートメント僕手につけてこうやるでしょそしたら女の人は髪の毛長いからここら辺からこうやっても僕らの髪の毛ないからあの手ぐしでこうグッと入れてちょっとかき上げるようにしてつけていただきたいですあ確かにそういうふうにベチャってつけるようにこういうふうに手を入れてあれそのためですか手でやって でなるべくこの手のひらにトリートメントをつけて,つけてで両手でまぶして,いただ,いてだからその指の先端にはつけないで,、はい、でこういった時ここでつくと、はい<っ>でこのまま手ぐしでこうかき上げていただくとなるほど毛先を拾うことができるのでなるほど毛先につけていただいてそのままさらっとシャワーで流していただければだからこのトリートメントはやっぱりあの頭の等圧洗う時は必ずつけた方がいいですか 全くなるほどそれからなるほど、はい、なるほど,、はい、るほどいやあのなんかあのテレビねさんまさんかなんか出てる時に有名なあの俳優ものすごく有名なあの超有名なあの俳優さんがですね トリートメントをほとんど同じ量を使うってって僕びっくりしちゃって、はいはい、それまで,ではトリートメントなんか一滴にてくれりゃいいんだなと思ってたらもう同じ量と思ったんですけどそういう必要はないと。はいいらないと思いますああなるほどどねうですか、はい、やはりあの男性もそういった機能もだんだん良くなっている一方で、はいろんな成分が入っているというものも今あると思うので買う時にやっぱり自分の髪質とか体質、はい、に合ったものをちゃんとこう吟味するというのは重要になってくるてことで、ね、そうですね。はい、はい ぜひそういった知識を取りながらいろいろこう調べてまたそういった専門の方のアドバイスをすぐに受けるいやーそれが本当あの今日はねよく勉強しましたよで今度そのまあ先生のところ先生のところはちょっと僕からね行くときに車で行かなきゃねところがその僕が行こうと推薦されたところは街中だからね行こうと思ったらすぐ歩いて行けんだけどやっぱりちょっとね だからその壁ですねねそ <laughs> そうですす、ね、の壁です、ね、<laughs> すごい高いんですよ <laughs> 僕らにとってみればねあ今だっでも多分先生その壁を、うん、あの乗り越えて一回乗り越えていただくと一回乗り越えたね、はい、その壁はなくなりますよ、ね、それはそうだ壁だ <laughs>、はい、からね、はいはい、でなんかね30歳から35歳ぐらいの美容師がニコニコっと笑ってこっちを見るとねま、はい、ますます入れなくなく <laughs> 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 もうあの飲み屋だったらお姉さんが微笑むとすぐ入っていくんだけど <laughs>。<laughs> まずはそこからということで。そこからですね。はい。え、じゃあちょっと本当にねじっくりとあのお話を受けたいんで少し長くなりましたが、一応これで第二回は髪の毛でやって、あと顔とか第三回に具体的なものをまだ持ってきていただいたんでね。はい。それでは今回はここまでということです。武田先生、長谷川先生、あら、あめ、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回も笑って暮らして、一ずらずお楽しみ。 今日はここまでです。ありがとうございました。